forego の覚え方は forego で、何々を差し控えるとか何々を自粛する。ロングマン大先生へ引いたら to not do or haveSomething pleasant or enjoyable って書いてあったから。でもなんかジニアス大先生にはね、何々をなしで済ませるみたいな訳が書いてあってね、それ微妙でしょ、ね、カレー作ったけど人参はなしで済ませたとかね、そういう言い方しますかっていう話だから、何々をなしで済ませるはちょっと微妙だよね。まあ何々しないっていう意味で幅広く使われてるよみたいな、こういう風に使ってます。4One of Sargon's techniques was to forego appointments over personal connections and instead use administrators based on merit. Carter, I forego sleep. I don't eat as much because I'm working harder to try and catch more miles. So they were willing to forego the other seven sections but wanted to have the debate on the one section, which was... They keep coming back. They say, I'm going to forego my own enlightenment until all people are enlightened. Forego a compliment about her appearance. Instead... Character difference too.In the willingness to forego immediate profit. We could forego giving an antibiotic if we're not sure it's the right one. こんなもん SVL レベル11でパスタ頻度 A? もう超安い単語でしょこれ。知らない人いんの?もう知らない人はね、もうお尻ペンペンですよ、もうこんなもんね。あ、まあ、英検1級を目指してる人でってことね。うん、英検準1級とかだったら、フォーゴなんて知りませんよ、そんなもんね。いや、こんなのさ、ちょっと調べればさ、フォゲットのフォーと一緒か、みたいな。あ、なるほど、みたいな。ゲットが L で、フォゲットが忘れるで、ゴーが行くで、フォーゴーが行かないで自粛するとかそういうことか、みたいな。もうこんなんで一撃でしょ、こんなんね。ちょっと調べらわかんのに、調べない人いますからね。おめえのことだぞパスタンつってね、パスタンおめえのことだぞつって、この上には語源って書いてあるんだから、ここにも語源、フォゲットのフォーと同じかもって書きゃいいじゃんね。書かないっていうね。ちょっと調べればもうわかるようなことを書かないし、でしかもパスタンを使ってる人もちょっと調べればわかることを調べないで、こういう風にただひたすら例文を繰り返して読むみたいなね。どうかしてますよこの国は。ねえ、ちょっと調べらわかんのにさ、こんな、なんだっけパスタの例文はなんだ、こんなクソみたいな例文を何回も繰り返し読むみたいなね。もうこれと一緒でしょやってることね。決して自分では調べないみたいなね、決して自分では調べずに俺の動画も見ずにただひたすらこうやって繰り返すっていうね、朝昼晩朝昼晩これでしょ。一つの単語を3秒ぐらいで意味を取って何回も何回も回すのです。決して辞書などをいちいち調べてはいけません。そうすると効率が悪くなります。3秒で何回も見てそれを何回も回すんですとか言ってさ、なんなんそれ。辞書ぐらい引いたら、もう今じゃさ、ただでいろんな辞書引けんだからさ、もうバカな本当に。そんなんね、ジーニアスとかじゃなしで済ませるとか言ってますけどね。ロングマンじゃ、to not do or have something pleasant or enjoyable だから、ちょっと意味ずれてくるでしょうね。だったらいろんな辞書引いて、平均取ったらみたいな感じするよね。そんな一つの単語に時間をかける覚え方は非効率です。ただひたすら何周もするのです。接触回数が大事なんです。1回2時間話した人よりも5分の会話を毎朝24回繰り返した人の方が顔を覚えるんですとか、知らねえよそんなのよ。お前の友好関係事情は知らねえよって話だね。挙句の果てにひたすら単語帳を汚すみたいなね。なんでスキャンしないの?スキャンしたらどん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 自分の情報を入れられるよみたいな。スキャンしてフォルダで管理すればもうどん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 自分の調べた情報をそこに詰め込めるよっつって、こうやってフォルダで管理して、でフォルダの中にどん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 自分の作ったファイルとか URL とか入れろっつう話だよね。でパーティー開きゃこうやって出てくるよっつう話だよね。そんで間違えたらさ、また例文検索してさ、適当にどんどんここに入れてきゃいいんだからさね、覚えてなかったなみたいな。じゃあもっと今日は何にしようかな、デイリービーストの記事からなんか拾ってこようかなっつって適当にデイリービーストからね検索してね、あこれ使えるかもっつってどんどんこんなの入れてきゃいいじゃんね。もうそれなのにただひたすら、もう何これね、もう何これね、気持ち悪い。まあね、そんな安い単語をね、もうそんなちょっと調べればわかるような安い単語をなぜ今日覚え方を作りましたかと言いますと、あちあちでホットなニュースが飛び込んできたからです。それを使いまして覚え方を2回 forgot to forego a business dinner。 2回は会食を自粛するのを忘れました。これね、もうほんとなんなんこれねえ。
5人で日本料理店へって言って。Nikai forgot to forego a business dinner. Nikai 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 forgot to forego a business dinner. きっと多分ね、忘れてたんだろうね。あ、会食は4人までだったみたいなね。あ、ギリやっていい人数は4人までだったみたいなね。あ、忘れてた、5人でやっちゃったみたいな。あ、やっべ、どうしようみたいな。あ、じゃあ黙食だったっていうことにしようみたいなね。会食ではなく打ち合わせだったっていうことにしようみたいなね。腐ってますね。ね、完全に腐ってますよ、これ。ね、あなた方知ってる教育系 YouTuber で腐ってますなんていう言葉の使い方をしている人いますか？本当にね。いたら教えて。もう本当にね、ひどいですね、これはね。でもまあね、ちょっとね、気に食わないのがこれね、4-5 に T を足すんですかっていう話だからね、4-5 のまま使いたいんですけど、みたいな。でも4-5のまま使うのはちょっと厳しいよね。だって4って前置詞だし、5は普通動詞だしね。でもありましたよ、4-5そのまま使えるのがね。それがこちらです。4-5 はトーナメント4-5。囲碁大会を自粛する。かわいそうにね。オリンピックはやったのにね。甲子園もやったのにね。Forgo a tournament for go. Forgo 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 a tournament for go. 末端はこうやってね。足毛にされてね。ひどいですね。末端もこうやって自粛させられるんだからね。ちゃんとオリンピックとかね、甲子園も自粛しなさいよ、つって。F1 も自粛だそうですよ、F1 も。ね。F1 もなんか政府が許さなかったんだって。ひどいですね。ほら見て。F1 日本グランプリ中止だって。ね。五輪は OK で四輪は NG なんつって皮肉られてますよ。ね。じゃあ今日もね、みんな大好きコロナニュースちゃんと4-5組み合わせて検索しますか？ね。しょっぱなからかわいそうなニュースが飛び込んできましたよね。Fearing COVID。Struggling Malawian Woman。4-5 Prenatal Care とかね。プリネータル、あ、プレナタルじゃなくてプリネータルか。プリネータルケアとかね。出生前のケア、プリネータルもなんかわかんない人いそうだけど今日は飛ばしますよ。コロナのせいで出生前のケアができないんだって。あるいは COVID-19 patient 4-5 a hospital. So they can be treated at home instead. って、ね。病院に行かないで家にいますみたいな。病院に行ってわけのわかんないことになって病院で死ぬよりかは家にいますってことね、悲しい。もしくは GE Executives 4-5 Salaries とかね、COVID のおかげで、GE の役員たちが給料を控えましたとかそういうこと。もしくはカップル4-5's Wedding Celebration とか、ああかわいそうかわいそうね。あるいは Why you shouldn't forego your second COVID-19 vaccine dose とかね、やった方がいいよーっていうこと、まあ、一回目ですげえ副反応出たら嫌だけどね。The Doctors forego mental health care during pandemic とか。US allows fully vaccinated people to forego mask とか。そんなことしちゃっていいんですかみたいな。ワクチン打ったらマスク外してもいいよみたいなことを言うんですかみたいな。これはこれでまずいですよみたいな。Hikers told to forego entire Appalachian trail とかね。Due to COVID-19 とか。山登りもできなくなっちゃったよみたいな。あと2分の尺を伸ばさなきゃいけないんだ、私は。ね。じゃあ、確認テストしますか？まあ、チアチのニュースから引っ張ってきますとですね、この四角には何が入るでしょうっていう話なんですけど、ほら、一応ほら、8月13日の記事だからね、あちあちでしょう。ね。Squirrel Leaps could help ants create a flexible jumping robot って。リスちゃんの飛び方から、科学者はいい感じのロボットを作れるよみたいなこと言ってるよ。フレキシブルジャンピングロボット作れるよっつって言ってますね。Researchers used peanuts and climbing wall to learn how squirrel jets their leaps successfully and healthy skill could inspire more Umbabo robots って言ってますけどもね。ウンバボには何が入るでしょうか。デル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 。マーキー？ニンブルかな。モーダントかな。モートリーかな、
どれが入るでしょうね。かわいいですね、リスちゃんね。でもリスちゃんかわいいんだけど、なんかちょっと手引くよね。手見ちゃうとちょっと引くよね、なんかね。なんか、リスの手ってなんか気持ち悪くない？ちょっと犬みたいな手だったらいいんだけど、やたらなんかリアルすぎない？リスの手って。ね。なんでしょうね。なんだと思いますか、これ。英検一級は、そんなに頑張らなくても、語源とかで推測できますとか言う人、推測してみてよ、これ。どうやってすんのよ、こんなもん。マークは印だから、マーキーで印の特徴的なかな、みたいな。モーダントだから、モダンのやつかな、みたいな。モダンだから現代風かな、みたいな。でもそれ、モダンだけどな、みたいな。でも親戚でモーダントっているのかな、みたいな。デニンブルだから、ブルはエイブルだから可能かな。ニンを可能にするかな。ニンってなんだろうみたいな。ニーだから、なんか、ノットとかとそういうふうな関係あんのかなみたいな。じゃあ、否定的な単語かなみたいな。モトリーわかんないなーつって。モトーかな。モトーのみたいな。モトー関係のみたいな。モトーは標語だから、標語的なかな。じゃあ、みたいなね。じゃあ、この中で一番ハマりそうなのは、モダンなロボットかなみたいな。よし、モダンだってね。全然役に立たんぞ、お前のその推測は、みたいなね。モダンとで死肉だしね。モトリは雑多のだし、マーキーは暗いだしね。もう俺全部作ってあるから。これ全部作ってありますから、俺がね。覚え方はこれですとかもう言いませんよ。覚え方はこれですって、ここで発表しちゃうと、あなた方は私の動画見ないでしょ。もう概要欄にこれ貼ってあるから、もうそこ飛んでみて。あ、で、ちなみに言っとくとね、気になってね、どういう風に応用してるんだろうって思うじゃないですか。ちょっと記事見てみようっつったらね、えげつない量の英文を見せられるからね、ギブアップしますよ、多分。なんでこんなちょっと気になっただけでこんなに長い文読まなきゃいけないの、これ。もう英検に出したら、このまま。ね。もう読むの何分かかんねえって話だからね。Nikai forgot to forego a business dinner. Nikai forgot to forego a business dinner. Nikai forgot to forego a business dinner. Forego a tournament for go. Forego a tournament for go. Forego a tournament for go. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。